今回の動画ではスタイリストの僕がおすすめするユニクロ U の新色のロンティーを紹介していこうと思います。おすすめする理由だったりおすすめの実践コーデも紹介していきます。こちらが、そのロンティーなんですけれども、7月にですねユニクロ U の、着物の先行発売ということで新色のダークブラウンを選びました。なぜこのロンティーと、この色を選んだかというと10代後半20代前半の方はもちろんなんですけども、アラサー世代以降の方々でも気兼ねなく秋口のおしゃれコーデを楽しむことができるからなんです。僕が選んだのはですね XL サイズとなっています。価格は1990円の税別で値段的にもお手頃な価格帯かなというふうに思います。それでは実際着用してみましょう。はい、実際着用してみるとこんな感じですね。まず生地感についてですね、綿 100% で作られてます。履物らしく目の詰まった生地になっていまして、T シャツ全体としては結構どっしりと固めに作られていますので、気温が低くなってきてもこの T シャツ1枚でメインで着用して、十分活躍するアイテムとなってます。表面はね滑らかな肌触りとなってます。結構着心地も良くて気楽に着用できるTシャツかなというふうに感じました。ダークブラウンではあるんですけれども、よくよく見てみたらですねブラウンと黒、この2色を使ったメランジ調の生地になってます。メランジとはですね、2色以上の糸のことを指しています。この2色以上の糸が使われていることでコーデに立体感を生んでくれるんですね。このようにシンプルだけどもこなれた印象に、そして2色使っていることで柔らかい印象を与えることもできます。シルエットに関してはですね見た通りゆったりとしたものになってます。肩部分もドロップショルダーで落ち感のあるものになってます。あとは腕回りそして身幅、こちらも比較的余裕のある作りになってますね。なので、気兼ねなくトレンド感も取り入れることができるんです。厚手でしっかりした生地は体のラインを拾いづらくなりますので体型カバーの効果もあるんですね。個人的にね気に入ったポイントなんですけども、ポケットがついています。こちらもワンポイントになってくれていて、先ほどのメランジ調と合わせると程よくアクセントが効いた、こなれ感のあるコーデを作ることができるんですね。こういったダークブラウンでね落ち着いた印象を与えやすいので、アラサー世代以上の方々でも十分着用することができます。非常におすすめなアイテムとなってます。次におすすめのコーディネートを紹介していきます。今ね、僕デニムスキニーパンツを履いていますが、もちろんこのようなカジュアルのパンツと組み合わせてコーデを組んでいただいても構いません。どちらもカジュアル感のあるアイテムを使っていて、ラフな感じにはなってるんですけども、足元の小物とかあとはアルファベットの I をイメージしたアイラインシルエットでしっかりと切れ目感をカバーすれば、簡単にね年相応なコーデを作ることができます。次にこちらの黒いテーパードパンツを合わせたコーディネート、コーデ作りに慣れていない方はまずはこういった黒パンツを合わせることをお勧めします。先ほどみたいなデニムでももちろんかっこいいコーデって作ることができるんですけれども、しっかりとねパンツで切れ目感のある土台を作っておけば落ち着いた大人っぽい表情を簡単に作ることができるんですね。今回履いてるのはテーパードパンツなんですけれども、太もも周りが、ゆったり作られていて、足首にかけて徐々に細くなっているようなパンツになってます。このように足首周りだけでも細くなっていることでコーデ全体の印象もシュッとした印象に仕上がるんですね。となるとですねアイラインシルエットっていうのもこちらのテーパードパンツで簡単に作ることができるんです。さらに足の太さが気になるとかっていう方々でも足のラインを際立たせることなくおしゃれを楽しむことができるんです。もちろん細身体型さんの場合も同じですね。次にこちらのコーディネート、白いパンツを合わせてトレンド感のあるコーディネートに仕上げました。アースカラーであるダークブラウンとかまた白いパンツというのは今季は注目されていますので、トレンド感を持たせたい方はこちらをおすすめします。例えば気温が下がって肌寒く感じる時はですね、このようにですねちょっと袖まくりをして着用してあげるのもおすすめです。これでもね十分大人のかっこいいカジュアルコーデを作ることができます。もっと寒くなってきたら秋ならではのアウターを取り入れてですねがっつりと秋コーデを楽しんでいただいても構いません。最後にこちら、このようにインナー使いで活用するのもおすすめです。セットアップって難しいと思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今回の T シャツを使えば簡単にバランスの取れたかっこいいセットアップコーデを作ることができます。アラサー世代以上の方々にはぜひチャレンジしていただきたいスタイルになってます。今回紹介したこちらの黒ネクティは
ユニクロの店舗、そしてネットの方でも購入することができます。可能であればぜひ手に取って確かめてください。ちなみに今日こちらの T シャツに合わせたアイテムはリーコレクションのアイテムです。もし気になった方はですね、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント欄の方のご記入もお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。